雪上を滑走するスキーやウィンタースポーツあるいは冬季競技とは、スポーツの中でも特に冬季に行われるものの総称。スキーやスノーボード、スノーホッケーなどのように雪上で行われるもの、スケートやボブスレー、リュージュ、カーリングなどのように氷上で行われるものがある。いわゆる競技として行われるものだけではなく、レジャーとしても楽しまれる。アルペンスキー詳細は、 アルペンスキーを参照アルペンはドイツ語でアルプス山脈を意味し、アルペンスキーとはその山岳地帯で発展したスキー競技のことを言う。山の急斜面を滑り降りる。詳細は、ノルディックスキーを参照アルペンスキーに対して、北ヨーロッパの丘陵地帯で発展した距離、飛躍、複合といったスキー競技は、ノルディックと呼ばれるようになった。クロスカントリースキー。 編集クロスカントリースキー詳細は、クロスカントリースキーを参照雪の積もった森林や丘陵に設けられたコースをスキーで走る。スキージャンプ、編集スキージャンプ詳細は、スキージャンプを参照大会では、飛距離と飛べ方を点数に換算し、その合計を競う。バイアスロン、編集詳細は、バイアスロンを参照クロスカントリーとライフル射撃を組み合わせた競技で、 スキーの総力とともに射撃の技術が求められる。国際バイアスロン連合の管轄であり、国際スキー連盟の下では、ノルディックスキーに含まれない。詳細は、フリースタイルスキーを参照ジャンプや空中演技を交えながら特設のゲレンデやジャンプ台を滑り降りる競技で技やスピードを競う。モーグルやエアリアルなどいくつかの種目がある。スノーボード詳細は、 スノーボードを参照両足を固定できるようにした一枚の板に横向きで乗り、雪の斜面を滑る競技。1960年代のアメリカで始まったと言われる。タイムを競う種目と技を競う種目がある。スピードスケート詳細は、スピードスケートを参照ロングトラックは、一周400メートルのトラックをスケートで滑り、スピードを競う。内側と外側の二つのコースに分かれた。 ダブルトラックレースと走路が仕切られていないシングルトラックレースがある。ショートトラック編集詳細はショートトラックスピードスケートを参照1周111.12メートルのトラックを複数の選手が同時に滑り順位を競う。いつでも追い越しができるため目まぐるしく順位が変わったりコースの奪い合いで選手同士が接触したりする。フィギュアスケート詳細はフィギュアスケートを 参照音楽に合わせて表情をスケートで滑り、スピン、ジャンプ、ステップなどの技術や美しさを競う。一人で行う、シングル、男女二人で行うペアとアイスダンスなどがある。詳細はアイスホッケーを参照スケートを履いて、防具を身につけた6人ずつの2チームがスティックを使ってパックをゴールの中に入れ合い得点を競う。最高時速5 0トル以上で、 選手は走り回り、パックの速度は時速 150km 以上と言われ、選手同士の体当たりなどもあり、表情の格闘技と呼ばれる。カーリング詳細は、カーリングを参照ハンドルのついた平らな円形のストーンを表情で滑らせて、約 40m 先の円に入れ、得点を競う。一人の選手がストーンを放つと、その通路を二人の選手がブルームで吐き、 ストーンの速度や方向を調節する。氷上のチェスとも呼ばれる。ボブスレー詳細は、ソリ競技を参照着座あるいはうつ伏せの姿勢でソリに乗って、コースを滑走するスポーツ。近代スポーツとして、のソリ競技は19世紀にスイスのサンモリッツを休暇で訪れていたイギリスからの客たちが配達用のソリを遊戯用に改造したのが発祥で、競技トラックの多くは中央に所在する。 冬季オリンピック競技には、ボブスレー、リュージュ、スケルトンの3競技が採用されている。ABCDEFGHIJKL 子ども、クラブ、ウィンタースポーツ、スポーツ、日本地図、4、ベースボールマガジン社、P4 から14、16から21、24から27、ISBN9 兆7845億8311万349。 野々宮徹、雪と氷のスポーツ百科、大衆館書店、P184、ISBN4 から469263761、ピョンチャンオリンピック2018競技一覧、日本オリンピック委員会、2019年4月6日閲覧、ありがとうございます。